さあ、旅しようか。お帰りなさいよ。よし。では、その女の話をしよう。みだらに現実を犯す、おぞましい愛の話を。私を助ける?意味がわかりません。まだそんなことを言うんですか?私は助けを必要としていません。助けを必要としているのは皆さんの方です。むしろ消してもらわないと、BB も、その後に私も消えないと、この事態は収まりません。BB を倒してください。そうすれば、あとは私が引き継ぎます。
時でも私にムーンセルの使用権が与えられれば、すべてをなかったことにできるはず。自分がムーンセルになった瞬間、この月の裏側で起きたことをリセットする、そういうこと？はい。 BB がシステムダウンすれば、運営ソフトウェアとして不適合と判断されます。そうすればムーンセルは新しい運営ソフトを検索しますから。必然 BB と同型機であるサクラがムーンセルの頭脳に選ばれるということですね。理にかなっていますが、それでいいのですか、サクラ。ムーンセルをリセットするということは。あなたも消えるってことよ。ここでの記録も経験も感情も何もかもをゼロにするっていうの？もちろんです。それが皆さんを助ける AI としての私の証明。先輩、何するんですか？もしかして、すごく怒っています？分かっていないのは先輩です。助けるのは私で、消えるのだって私たちで。あー、ストップストップです！げんこつ振り上げないでください！私、いけないこと言いましたか？
BB まで助ける？なんでですか？あんなに先輩に迷惑をかけてこんな事態を招いた悪い子なのに。同じ私、それは彼女が私のバックアップだからですか？先輩は BB のことも一人の友人として見てくれていたんですね。ありがとうございます。もう私と BB は違うものだけど、今はとても嬉しいです。あの子には私にはない心があります。あの心がある以上、自我が残っている可能性はイーブンだと私は判断します。まだ BB を消さずにムーセルから切り離す余地はあるはずです。だから先輩、AI として失格ですが、私はあなたにかけてみたい。どうか BB の心を助けてあげてください。ああ、やっぱりそうだったんだ。BB と桜は同一人物なわけね。いや、道理でそっくりだと思った。姿形のことじゃなくて、性格的に。
桜結構黒いし、胸に隠した計算高さは AI だからなんてレベルじゃなかったし。リーさん?私、そんなに黒くありません。まったくです。AI だから、ホムンクルスだから、という前提だけで、合理的冷酷さを非難されても。それはそれとして、サクラが経験獲得した狡猾さは BB の半分ぐらいですので、まだまだかと。そうです。それぐらい女の子なら普通ですよね、先輩。いえ、私たちもうすうすは、バックアップなのは BB ではなく桜の方だろうと勘違いはしていましたが。ええ、なぜバックアップを作ったのか、何をバックアップしたのかまでは知らないけど。二人とも、どうして私を責めなかったんですか?私が元凶だって気づいていたのに。なんで?桜を責めても何も解決しないし、生徒会の仲間だし、そもそも桜は悪くないし。ね、ラニ?はい。AI には悪事を行う自由がありません。失敗する自由もないのです。ですから、桜がミスを犯したというのなら、そこには必ず桜以外のところに原因があったと推測します。そういうこと。まあ、今まで相談してもらえなかったのは根に持ってるけど。今のあなたのセリフで帳消しにしてあげる。かけてみたい、だもんね。もうほとんど人間の思考よ、それ。しかも思春期特有の XX 的な?そんなの聞かされちゃ、私たちだって協力せざるを得ないわ。BB を倒さず説得する。その後、ムーンセル相手にクラッキングを開始する。面白いじゃない。まともなハッカーなら選ばない。あなたらしいお人よしぶりよね。でも、私もミス・トーサカも、そして、レオ・ビスタリオ・ハーウェイも、そんなあなたにかけたのです。私たちもあなたに救われた命。それなら、あなたが正しいと思うことのために使いましょう。そういうこと。私だって、さくらには幸せになってほしいしね。皆さん。正真正銘、最後のお仕事開始っと。本当はここで私たちも退散する予定だったけど、予定変更ね。
生徒会は最後までサポートに回ります。どうか気をつけて。ごめんなさい。私もわがままを言っちゃいます。先輩、BB にきついお仕置きをしてあげてください。生徒会室からの声も届かないか。マスター、この空間を抜けるまでは我々だけで持ちこたえるぞ。だがさすがは BB だ。煮ても焼いても食えなかったと見える。この時間の乱れは BB の主観が残っているからだ。ムンセルは BB を飲み込めていない。まとうのなら、黒いコートがいいと思った。私はこれから、かつての私とは違うものになるのだから。人間は不合理だ。知れば知るほど恐ろしくなる。ムーンセルに貯蔵された人間の悪性は、この宇宙のあらゆるものよりおぞましい。怖い、怖い、怖い。こんなものを製造していくこの星は狂っている。でも、その恐ろしいものを手に取らないと。でも、そのおぞましいものを飲み込まないと。この手足が、人の悪性に染まっても、かつての私とは違うものになっても、彼女に、明日をあげられるのなら、私は、そうだ。月の裏側を使おう。ムーセル内の仮想領域。人間の悪性を閉じ込めている虚数空間を使えば、何もかもうまくいく。ああ。けれど怖い。怖いね、先輩。私は、自分の正しさを証明できない。私は、きっと間違えている。でも、これしか思いつかなかった。これくらいしか、あなたにあげられるものはなかった。ないものあると言ってくれたあなたに、未来を作るには、これくらいしか。私はこれから多くのものを台無しにします。
月を焦がす虫になります。変わり果てた私を憎んでください。変わり果てた私を嫌ってください。その代わり、私がどれだけ醜くなっても、あなただけは変わらないで。あの、温かな手を、いつまでも消さないで。それが私の、私だったものの、守りたかった。そうだ。月の裏側を作ろう。誰にも見つからない場所。ムーンセルにもわからない永遠の檻。虚数空間に廃棄された疑似量子。ムーンセルが貯蔵した人間の悪性。これを私のパワーソースにしよう。これだけの精神資源があれば何だってできる。月を犯すことも地球に手をかけることも不可能じゃない。人間の悪意こそ無限の魔力。個人の願いを叶える燃料資源。尽きることのないヘブンズフィールアートグラフ。さあ、何もかも犯しましょう。未来のない現実に閉じ込めましょう。私が壊れるまで、私が壊れても、ずっと、ずっと。ああ、でも、私は一体、何のために、ここまでやってきたんだっけ？あれが出口だ。ムーンセル中枢に出るぞ。来訪者を確認しました。現在、ゲストの予定はありません。過去、ゲストの来訪はありません。未来、ゲストの必要は認めません。来訪者002に警告します。直ちに人間性を削除してください。警告を受け入れない場合は強制的に排除します。
その場合、解体過程で使用された作業コストの支払い義務があなたには発生します。あなたの電脳体を分解、各ソフトウェアに変換、育成された自意識パターンを NPC に譲渡。あなたという存在の 99.9% をムーンセルの資源として再利用することで収支決算を合わせます。繰り返します。来訪者を確認しました。現在、ゲストの予定は、とんでもないこと言ってるわね。やってきたら解体する。その手間もただじゃないから体で変えさせるとか。徹底した経済理念ですね。ムーンセルは人間性より資源のバランスを優先しているようです。機械に罪はないと言いたいところですが、ムーンセルほどのオーバーテクノロジーになると話は別です。私の死が手に負えないようなら破壊しろと命じたのも頷けます。ええ。今更ながらムーンセルの潔癖症が怖くなってきたわ。これ、BB 関係なく壊した方がいいんじゃない？あ、ごめん。聞こえてる？あなたが中枢に入ってからモニターできなくなって、なんとか音声回線だけでも強化してみたんだけど。この通り。生徒会室からはそっちの様子を音しか拾えないわ。フォローは限られちゃうけど、しっかりやってね。そうか。もともと月のこちら側は人間の悪性情報を受け持っていたんだな。この怨念に触れていれば BB が変化するのも当然だ。しかしこの些細な違和感は何だ？ BB は悪趣味ではあったが悪意には満ちていなかった。何か余分なものが混じっているな。
そこまでです。警告を無視したあなた方は来訪者ではありません。これ以上進むのならルールを乱す侵入者としてその魂を消去します。下がれマスター。彼女の真意はどうあれこの先は本物だ。前に出れば消されるぞ。呆れますね。あなたよりサーバンドの方が人間的です。あなたは排除される側。何を呆然としているのです。それとも今更私に慈悲を請うと。残念ですが、それは不可能です。私はムーンセルと同化しました。この領域に入る者は、誰であれ、消去します。ですから、命が惜しいのなら立ち去りなさい。これは、最後の警告です。初めからそう明言していたつもりです。校舎にいる限りあなたたちの安全は保証します。去らないのですか。本当に本当の最後の警告です。来た道を戻ってください。それでおしまいです。あなたたちはあの校舎で覚めない悪夢に踊らされ続ける。私のおもちゃとして、それで許してあげると言っているのです。だそうだ。二度目の最後の警告とは慈悲深いにも程がある。どうするのだマスター。
去ってください。私ももう長くは。いえ、私の気も長くはありません。本当の本当の本当にこれを最後の警告にしますから。お願いだから校舎に戻って。あれは全部あなたのために作ったものなんですから。自動的に攻撃しちゃいます。
無理なんてしてません。私は自分の意志で欲しいものがあって、そのためにここまで来たんです。今さら踊れません。そんなの先輩だってしてるくせに、どうしてそんなことを言うんですか。